もルナです。今日は秋のディズニーコーデ5000。まあこの間ですね、私ユニクロの購入品をね、動画で紹介したと思うんですけど、まあそこからまあ秋服のねスイッチがパンと入ってしまいまして、気分は完全に秋ということでね、今日はもうちょっと早いんですけど秋服を紹介していきたいと思います。まあ秋服をねポーンって紹介するのもいいと思うんですけど、今回はまあちょっとね私自身が、ちょっとディズニーに行きたい欲がまあすごいので、そのディズニーのね行くコーデとしてねちょっと秋服を、組んでみました。それではレッツラゴー。はい、ということで、まずは私が持ってる最古の被り物、ミニーちゃんでございまーす。このミニーちゃんって言ってもね、割とキラキラした方のカチューシャになります。このミニーちゃんって言ったら、かわいい、そして、かわいい、そして、かわいい。まあ、とりあえず女の子らしい感じのイメージがすごくあるので、まあ、ちょっと女の子っぽく、コーデを組んでみました。なのでちょっとトップスはねこんな感じで、フリルがねついてる感じのトップスになっております。まあミニーちゃんってベース黒じゃないですか。ベース黒なんていうの、皮膚の色、毛の色が来るじゃないですか。で、まぁ、ちょっとそれに合わせてね、もう私もミニーになりきるぞって気持ち、もう私はミニーだぞっていう気持ちでね、ちょっとあの、黒をね、取り入れてみました。パンツはこちらの、水玉のパンツを合わせてみました。これはね、あの、GU で購入した、パンツでございます。まぁ、こんな感じで可愛らしいけど、でもこう、ちょっと黒もあって締めてますよー。でも水玉でちょっと可愛らしい感じですよーみたいな感じでね、合わせております。じゃあ次。はい、ということで続きましては、101匹ワンちゃんのカチューシャでございます。カチューシャ被り物かな。一時期これみんな被ってた記憶がある。でそういうのインスタグラムで見てめちゃめちゃ可愛いってなって、まんまと私も買いました。でねこれはモノクロな感じなので、ちょっとかっこいい感じにシュッて組んでみました。トップスは肩の方は割とボリュームあるんですけど、まあちょっとねここがキュッてなって女の子っぽい感じにしております。これはね渋谷の109で買ったんですけど、多分2000円ぐらいだったかな。すっごい安かった記憶がある。下が GU のフレアパンツを合わせております。このねベルトも GU で買ったベルトでございます。まあこんな感じで、シックな感じで決めてね、リップと今ネイルが赤なので、まあちょっとポイントになるかなと思います。こういうモノトーンって大人数とかで遊びに行く時とかもこうみんなで系統とか合わせてねディズニーランドとかに遊びに行きやすいと思うので、こちらの被り物とかは本当にぴったり合うかなと思います。被りのものの方の紹介しちゃった。はい、ということで続きましてジェラトーニでーす。まあジェラトーニって基本的に、毛が緑じゃないですか。あーなんか緑色のものあったかなーって思ったんですけど、ありましたね。ユニクロでついこの間緑色のセーターを買ったんですよ。まさかと思って合わせてみたら、うわバッチリ合うってなって、まあ今回はね早速採用させていただきました。でね、まあそれに伴い、なんと全身ユニクロコーデでございます。こう首の詰まったね、下のシャツも、この間買ったユニクロでございます。あとね下のユニクロなんですけど、こちらのストレートパンツもユニクロでございまーす。まあ詳しくはね、あのユニクロの購入品紹介で全部紹介してるので、ぜひ見てみてください。はい、ということで、こんな感じでございまーす。じゃあ、次。はい、続きまして、こちらの、豚さんです。私さ、これ、ずっと豚って呼んでたんだけど、これ名前ハムなんだね。結構、ね、かわいそう。
構そういう感じなのね。まあ可愛いけどね。私ね、この被り物大好きなの。この被り物が発売された時に、あ、もう絶対に買うって思って、まあね、その次のディズニーに行く時にもパッて買って、もうすぐ使っていました。着ぐるみ系すごい好きで、なんかね、そういうのかぶりたい欲求があるんだよね。まぁ、今回このハムはいろいろ考えたんですけど、めちゃめちゃ難しいと思った。結構今まで白い感じで合わせてたんですよね。で、やっぱどうしてもカジュアルな感じになってたんですけど、ちょっと今回は大人なハムに仕上げたい。はい、ということでこんな感じでございます。このジャケットはちょっとこのハムちゃんに劣るんですけど、結構ピンク系なんですよ。わかんないよね。なんせこのハムがめっちゃピンクやからなんですけど、まぁ、ちょっとピンク系の系統的にいけるかなってことでちょっと合わせてみたんだけど、ちょっとこれはね、私も自信がない。ね、このコーデはまさに購入品で紹介したものが詰まっておりまして、このジャケットが ZOZO タウンの購入品で紹介したテーラージャケットと、でここの中が GU で買ったものでございます。パンツがさっきと同じくユニクロのストレートパンツでございます。まあこんな感じでね、ちょっぴり大人のハムに仕上げてもいいかなと思います。レッツ。はい、最後がこちらでございます。なんだっけ、待って、名前なんだっけ、あ、白ウサギだった。そのままだった。これめちゃめちゃ可愛くない？もうハムから完全にこの着ぐるみ系の被り物が大好きになりまして、またね、買ってしまいました。これはね、白だからでも割と何でも合わせやすいと思ってたんですよ。まあ上はね、無印のトップスをこうやって合わせて、いるんですけども、まあ下は空物にしてみました。下はこちらのね、青いパンツを履いてみました。こんな感じです。このパンツはですね、さっき紹介したトップスと同じマルキューの中にあるところで買いました。まあなのでこんな感じでね、まあめっちゃ遊べるわけですよ。まあね、なんで青にしたかっていうと、ここのレンズが青なので、まあ青似合うなと思って、まあ何でも合うんだけどね、本当にね、こういうシャツとテロンテロンのズボンの組み合わせ最高。もうね、何よりやっぱね、楽ちん。だからディズニーランドってさ、一日中いるわけじゃん。しかもずーっとその間さ、歩き続けてたり、喋り続けてたり、食べ続けてたり、もういろんなことしてるわけでしょ。だからおしゃれかつ、まあ動きやすい格好、自分が着やすいものをね、着ていくのがいいと思うんですけど、シャツとこういうね、ズボンはマジで動きやすい。寿司三昧。ということで、どうだったでしょうか。まあ言うてね、こういうシャツとかを1枚で着られる季節がもう本当に一瞬しかないから、ちょっとあれなんだけど、もうちょっと寒くなったら、今度冬用のね、コーデとかも、考えられたらなぁと思っております。ということで、この動画がちょっとでも良かったよーって思った方は、ぜひ、グッド評価とチャンネル登録お願いします。それでは、またお会いしましょう。バイ。最後までご視聴ありがとうございました。なんかディズニー行くと毎回被り物買っちゃってるのよね。増え続ける一方、私だけなのかな。じゃあね。